はい、ランジトークの時間です。今回のテーマは米国消費者のフィンテック利用が急拡大をしているという話題です。調査したのは金融機関にバンキングサービスを提供しているプラードというフィンテックです。調査期間は2021年の7月の6日から20日まで、米国と A 国の18歳以上の消費者それぞれ2000人を対象に実施されました。今回はその中から米国に絞って解説をしていきます。皆さんは米国の消費者の何パーセントがフィンテックを利用していると思いますか？はい、米国消費者の 88%、 なんと9割がですよ、9割がフィンテックを利用していることが分かったんです。昨年同様の調査を実施しているんですけども、その時は 58% がフィンテックを利用していました。この1年間で 1.5 倍、9割までですね、それが増えてるんですね。これは驚きですね。やはりコロナパンデミックの影響が大きいですね。コロナによってフィンテックを利用しないと生活がうまくいかないと、例えば非接触決済、あるいはオンラインでお金のやり取り、オンラインで注文をして決済をしてピックアップ、あるいは届けてもらう、こういったサービスは全てフィンテックのサービスなんですね。あるいはコロナパンデミックで将来の不安、それを解消するために手元資金を置いておきたいと、 BNPL 後払いであったり、貯蓄を推進するサービスであったり、こういったものもフィンテックが提供しています。コロナパンデミックは我々人類にとって、あるいは企業活動において、これは薬剤でしかありませんけれども、フィンテックにとってはですね、追い風になっているんですね。では年代でいうとどんな人がフィンテックをよく使っているのか、